皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうかニュークリエーションチャーチの三好明彦です。今日もリビングライフのテクストを用いて、神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2023年3月10日の金曜日。聖書の箇所は、旧約聖書、サムエル記第一20章、35節から42節。タイトルは、誓った通りに行う思考の愛です。私たちが主のご計画の前に、 静かに歩むことができるその素晴らしい恵みについてご一緒に教えられてまいりましょうサムエル記第一二十章三十五節から四十二節朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に のに出て行った。そして子供に言った。走って行って、私がいる矢を見つけておいで。子供が走って行くと、ヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んだ。矢はお前よりもっと向こうではないか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。 早く、急げ、立ち止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味がわかっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあ、これを町に持って行っておくれ、と言った。子供が行くと、ダビデは南側から出てきて、 死にひれ伏し三度礼をした二人は口づけし抱き合って泣いたダビデは一層激しく泣いたヨナタンはダビデに言った安心して言ってください私たち二人は主が私とあなたまた私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の承認ですと言って 主の皆によって誓ったのですそしてダビデは立ち去ったヨナタンは町へ帰っていった昔まだ私が大学生の頃にある会社がこの一つの企画をしましてそして私たち大学生がこう呼ばれてこのディスカッションをしたんですねでするとですねそのディスカッションの受け答えが良かったと見てあの。えー 東北地方のですね、スキー場に我々何人か呼ばれてですね、この泊まりがけで、このビジネスゲーム、ソラぶブ自動車を作る会社のこのビジネスゲームのこう、チームで対抗戦をするっていう、そういうのにこう、呼ばれたんです。その時に我々のこのチームがですね、この2つの大学から来た学生がいたんですけれども、この誰が社長をやって、誰が営業部長をやって、誰がなんとかってこう役職を選ぶ時に、 もうどうしても社長をやりたいっていうのがいてですね、このも、もう分かったかったって言ってですね、彼が社長になって、それでまあ僕はですね、この営業部長をやったんですけどで、その時にですね、この営業部長の売り方がですね、また良かったと見えてですね、その後その会社のですね、この人がやってきて、うちに働きませんかって言うですね、この言われたっていう、そういう懐かしい思い出がありましたけど。 で私たちはですね優秀な人たちがこう集まってくるまあ会社に呼ばれてですね行くわけですからある程度こう競争的っていうかある程度の人が集まってくる時に一体誰が社長になって一体誰がこの仕事をして誰が一番で誰が何こういうですねこのせめぎ合いっていうのがですねこの世界に起こっていくと思うんですよね。でその時に私たちがこの神の国の働きをする時に実は私たちがもしかしたら自分はナンバーワンではなくてナンバーツーかもしれない。もしかしかたら自分はこの 今この時は静まらなければならない。そういうことがあるかもしれないんですよね。で、今日のテキストを読んでいくと、このダビデとヨナタンの有名なですね、この友情物語なんですけれども、このヨナタンの姿というものが、実は神様のご計画を大きく前進させていく。で、そのことを考えた時に、まさに私たちは、この神様のご計画の前に、ヨナタンのようにえ歩むことが必要な場合もあるということをえ、今日のテキストからお知られるんじゃないかと思います。 で、まず第一番目は何かというとですね、このヨナタンとダビデの関係というのはですね、この非常にこの仲が良かった。ヨナタンはダビデのことを、まあ、この上なく愛していたということが書かれているわけなんですけれども、ですからですね、ヨナタンからしてみたら、お父さんのサウルがダビデのことも気に入ってくれて、そしてみんなで仲良くですね、やれたら一番良かったわけなんですけれども、ところが現実はそう甘くなくて、お父さんのサウルがダビデのことを妬むっていう、そういうことが起こって、そしてダビデを殺しにかかるわけです。 ででこの時にですねこなんとかヨナタンはお父さんが、まあ、このなんかダビデのことを許してくれてそしてこの帰れるようにしたいと思ったわけなんですけれどもでももしそうじゃない場合ですねこの弓矢を放ってこれこれこういうことの、えー、するからまあ逃げろっていうそういうです、ね、この約束をあらかじめ決めていたわけです。ですから私たちはここでヨナタンがですね、まあ、無理やりこの状況をひっくり返すことはできない。 もう現実は決まっててそしてサウルはお父さんはこのダビデのことをもう殺そうとしているっていう、まあ、そういうことがですねはっきり分かった段階でヨナタンはこの計画を実行に移してそしてこの現実の現実を受け入れてですねこのアイムいうことをするわけです。で私たちもしばしばですね自分が考えているような希望通りにならない祈ってる祈ってる通りにならないまあそういうことが起こるわけなんですけれどもしかしそれはあくまでも 神様の目から見たらプラン A であって私たちの目からちょっと、えーえー、不本意かもしれないけれどもでもそこに神様の何か特別な計画があると、えー、いうことを信じてですねこの前進するということが必要だということが教えられると思うんです。でその時にこのヨナタンはですねこの2番目にこの「主の御心」っていうのをこの受け入れていくわけなんですけれどもでもその時にどういうふうに受け入れていくかっていうことですねおそらくですね このダビデとヨナタンの間にこの話し合いっていうかですね、まあ、どういう状況でなったかははっきりですでしね書いてないんですけれどもしかしダビデがあくまでも油注がれた存在であるというですねこのことを受け入れていくっていうことが起こったんじゃないかと思うんです。だからこそですねこのヨナタンはこのダ,ダビデを逃がすというそのことが本当に神様の計画が前進していくことだということをヨナタンは受け入れていた。 そう思わわれるわけですでここにですねこう書いてるんですね42節のところが、まあ、重要な見言葉なんですけれども「ヨナタンはダビデに言った安心して行ってください私たち2人は主が私とあなたまた私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です」と言って主の皆によって誓ったのですそしてダビデは立ち去ったヨナタンは町へ帰っていった」って書いてます。でこのですね別れですよね。 そして、ヨナタンはですね、お父さんと一緒に、まあ、最終的には死んでいくわけですよね。ダビデが生き残って、ヨナタンが死んでいく。で、なんでそういうことが起こっていくのかというと、ヨナタンは本来だったら、ヨナタンがサウルの息子ですから。ですから、人間的に見れば、ヨナタンが王様になってもおかしくないし、そして、実力的に見ても、別にヨナタンが王様になったから悪いってことではない。しかし、この現実、このサウルが起こっているという現実、そして、 このダビデが実際に油注ぎを受けたというそのです、ね、神様のご計画でそういったことがあった時にですねヨナタンは神様が油注いだだ。のはは自分でななくてダビデなんだでそこのところに立った時にヨナタンは自分の人生というのを受け入れそしてサウルオと一緒に死んでいくというそういう、まあ、道になっていくわけです。 まあもちろんですね。まあ人間的に考えたらですね。このヨナタンがね、お父さんに反抗して、ダビデと一緒に逃げるっていうですね、そういうこともないのかなと思ったりもしないではないですけれども、しかしここで、そうしたらダビデは逃げられなかったと思うんですよ。ヨナタンとの友情の上に、ヨナタンがサウルを抑えててくれる。 そして自分は神様の油注ぎを受けている。だからこの自分の道を行くんだということをこのヨナタも受け入れているというそういう関係の中で初めてダビデは逃げることができたんじゃないか。ですからですね、ヨナタンはサウロと誓って妬みがないんです。私たちのこの神様の働きを損なう非常にこう人間的なものというのは妬みですよね。そして神様の見心よりも自分が前に出ていくと。 いうここととが起こったきに本当に神様の御心が前進しないということが起こっていくわけなんですけれどもしかしヨナタンから教えられることは何かというとそれはヨナタン自身が神様の御心を受け入れそして主の皆によっってて誓たた未来を信じていたといとうことです今自分が身を引くことによってダビデが逃げることによって一体どういうことになっていくんだろうかわからないわからないけれども。 それは神様の御手の中で必ず素晴らしいものになるというですねこの主の皆によって誓った未来ここに神様への信頼と平安がこの世なたの中にあるでこれによってですねダビデはこの後いろいろ逃げていろんなことはあるんですけれどもしかし神様の計画がこの前進していくということを私たちはこの教えられていくんじゃないかと思うんです。 あるいは誰かと結婚する人生です、ね、いろんなことが起こってくるわけなんですけれどもその時に神様の前に御言葉が与えられそして現実はこうであって神様の見心はこうであってっていうことが分かってきた時に神様の前に成した約束でその制約の上に未来も必ず神様の御手の中にあるということを私が信じて前進していく時に本当にですねこの神様は素晴らしいことをされる。 でそのこととをです、ね、ぜひ私たたち覚えていきたいと思うんですねどうして自分はこんなことになったんだろうかどうしてこの大学に行ったんだろうかどうしてこの会社落ちたんだろうかどうしてこの人と結婚することになったんだろうか、まあ、いろんなです、ね、この人生の,この選択っていうのがあると思うんです、ね。でも、まあ、私自身も振り返ってみればです、ね、その一つ一つの中に現実を受け入れ見言葉が与えられ見心を確信しそして神様の前に誓ったその誓いが証明ですよね答えていく。 でその時に本当に神様は確かにこれがプラン A だったということを後になってはっきりと示してくださるそんなことをぜひこの「世の中の姿」を通して教えられていいきたいと思いますいかがでしょうか 私たちの人生には様々なグレーゾーン、はっきりわからないことがあるんじゃないでしょうか。でもその時に私たちは主の前に静まって、そして見心を受け入れていく、そして与えられた証明に応えていくならば、神様は素晴らしい計画を持っておられる。そのことをぜひ信じたいと思います。私もですね、うちの家内と結婚することを見言葉を与えられて、決めた後でもしかしたら子供が与えられないかもしれないっていう、そのことを聞いたんですよね。でも本当にその時間が経った時に、不思議な導きで、 不思議なことが起こって本当に子供が与えられてですね。そのことを通して神様の計画が前進した。そのタイミングも、そのあらゆることが本当に絶妙な神様の計画だった。で、そのことを覚える時に本当に私たちの人生に神様は素晴らしい計画を持っている。だから分からない時にもう一度静まって現実を受け入れ、御言葉を聞きそして神様の前に答えていく。その人生をぜひ歩ましていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様。 あなたの素晴らしいご愛によってあなたの御言葉を私たちに与えてくださり心から感謝します。ヨナタンは自分の本意ではなかったその現実を受け入れながら神様のダビデに対する油葬儀を受け入れそしてダビデとの約束を未来にあなたの未来をあなたの見てに委ねてダビデを逃がすその素晴らしい決断を心から感謝します。私私たたちちも本本当に私たちののなな現実の中で不本意なことがあり しかし、見言葉が与えられていくとき、あなたの見言葉を確信見心を確信し、答えていくことができるように、解散はどうぞ私たちを導いてください。そして、あなたの素晴らしいご計画がやがて実現する。このことを期待して、大喜びで歩んでいくことができるように、解散はどうぞ導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。